戦闘開始。やらせねってはいいよ。決めるぜ、ブラザー。よかろう。そうとするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとの契り。お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強え力になる元が入ってるこの体。8秒もらう前にブラザーからもらった俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8秒もらう前に。そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。
里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？ 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく青筋。だからこそ俺は8秒唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに2人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。九尾の封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。港め、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主港は死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。
相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。戦闘開始。よしみをするな。状態で行く。刺激で蹴りだ。よってばいろいろ隠されてるもんがあった。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風湊に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。雷影、戻るぞ。英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。
そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた、痛みは世に広がる、黒き意志が天を染める、今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る、闇を照らすため、次に日を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。帰ったぞ。ご苦労様でした、雷影様、ホカゲ様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。あいつらなら大きく戦況を動かせるはずだ。思い切った決断をしましたね、雷影様。四角、あの二人に戦況を教えてやれ。了解です。イノイチ、ああこっちはもう準備できてる。それにビー殿、俺の声が聞こえるか？この声、四角のおっちゃんか？ああ、イノイチの術を使って二人の頭の中に直接話しかけて、今から各戦場の状況を伝える。よく聞いてくれ。あんたどこまで暁のことを知ってた？お前よりは知っていたつもりだが。結局俺もあんたも人に利用された忍びだ。お互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。今回も十社に後回しで動かされてる。いずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいがな。なるほど、江戸転生の忍びに白い化け物が相手か。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重影分身の術、第9章、影の戦い。悪意を感じるのはあっちか。急ごぜ、ビーのおっちゃん。せっかちナルトのおかげで、オラ様ケツカッチン。
いや